ビワービールの格好して全部脱いでいったギャグやった時、今度やってたんですよ。あの時に歌った私はストリッパーっていう歌をですね、歌いたいなと思って、多分歌いたくないと思いますが、はい、北脇と一緒にですね、ホープさんと一緒に大阪のストリップ劇場行ったんですよ。そうなんですね、大物ですよ。もう僕はあの、ストリッパーの入れ方もやってましたし、あのもういろんなことやってましたね。いろんなことやって、ね、僕たちあのここはあのストリップ劇場芸人でもあるんですね。で僕たちの頃っていうのはあのまな板本番全盛時代で、ひどい主治に育林のもうお客さんがみんなであの舞台上がってきてじゃんけんして勝った人が女の人でやるっていうデタラメな世界で、もうそれがもう30年ぐらい前ですかね。そういう世界の中で僕たちはお笑いをやってたんです。間でね、お客さんがもうねぐちゃぐちゃやってる横で、どうもよこせさせってやるんですけど、誰も聞いてない。そうです。そこにいたのが、ゆういちさんの先輩で、僕は池袋のストリップ劇場で、私は道頓堀劇場、渋谷の道頓堀で、あのちょっと前に赤信号っていうのが入ってて、へいへいなのにボンボンにこの歌を生きてるおう、最初お前の一緒にしなI'm sorry.
やってた時に。